本日はこちらですね、ガチャレンジシリーズ超ガチャレンジスタートブックを買ってまいりました。こちらね、3月23日発売だったはずなんですが、オラガ村には、入荷が遅れて、やっとね今日手に入れることができました。で、まあ、先に付録から行った方がいいのかな。こちらストレージボックス400枚入るストレージボックスですね。かっこいいのこれね、使いたいなと思います。んで、気になるのが、まあ、ジョットガンジョラゴンは載ってるんですけど、中内側にね、ジョットガンジョラゴン見えるかな、ジョーがいるんですよね。こちらかな、ガチャレンジゾーンでガチャレンジクリーチャーガンガンこうね、ジョーカーズなんか並べて召喚してねっていうことかな、踏み倒してね、はい、よいしょ。で、ストレージボックスがあってのプロモカード、こちらですね、マシンガントーク。こちらはこうパラレル的なカードになっています。これはガチャレンジクリーチャーですね。と、ガチャパルト初号機、これはホイールカードになってますね。こうかっこいい、はい、ここにいるねマシンガントークね、こうこれで出してねっていうことかもしれないですね、はい、2枚ついております。あとが、ちょっとガサゴソするけど、でっかいポスター、でっかいポスター全然入りきれてないんですけど、こちらにね今度の、診断のカード全部載ってるということなので、1個ずつ見るとねちょっと時間がかかるので、あれまたね私個人的にゆっくり見たいと思うんですけど、結構気になるカードありますね、はい。あとはまたこちらプレイマット、紙のプレイマットですね。で、山札墓地があって、超ガチャレンジゾーンがありますよっていう感じですね。裏面はポスターになっております。はい、あとはこちら、ギャラクシーサバークティスのマスタージャンボカードかが入ってるんですけど、これねたくさんの付録の中にこう挟まれてる感じだったんで、もうすっごいボロボロなんですよね。まあ、致し方なしかな。かっこいいね。この間アニメ出ましたね。えらく強かったっすね。はい、クリーチャーが並んでると、こいつは無敵状態になりますみたいな感じで。で、本誌はね、本誌っていうか内容はあまり見せちゃうといけないかなと思うんですが、シンダーの UGC が公開されてますね。見えるかな、サイズをミスト、ガチャンコ、ガチロボ、ボルメテウ、サファイア、ドラゴン、ラフルル、闘魂人形、ジェニー、レッドゾーン X、ヘブンズ・フォース。これ明らかにあれだね。サイズをミストと、レッドゾーン X 狙いだね、みんなね。出るといいなぁ。ワンボックスに1枚は変わりないそうです。レッドゾーン X か。この中で高いのはやっぱりレッドゾーン X かな。高いの、まあ、金額で判断しちゃいけないかもしれないです。私、サイズをミストも欲しいんですね。はい。と、あと、まあ、いろいろガチャレンジゾーンについての解説なんかがね、載ってるんですけど、期待してた4月20日に出るあの100円パック、こちらですね。こちらの情報何かしら載ってるかなと思ったんですが、まだパラパラっとしか読んでないんですけど、この1ページだけですね。コロコロと大差ない感じですね。まあ、次号のコロコロにいろいろ載るかもしれないですね。あ、本書の中身もこんな感じで。おそっか、グリキャンがユーグギャンになってる。へえ。ちょっと闇文明も強化されてますかね。はい。っていう感じでしたね。で、ガチャレンジシリーズ、超ガチャレンジスタートブックでした。まあ、800円ですけど、
プロモカードもついてますし、本誌もね、お見せできなかったんですが、なかなか充実しておりますし、ストレージボックスかっこいいしね。まあ、新年発売前ですが、まあ、ちょっと余裕があればっていうかね、いろいろと発売が続いてますけど、まあ、買ってもいいかなと思います。はい、じゃあ今日は以上です。